はい、こんにちは。新町 TV へこそ。本日もニコニコ町会議、2016 in 吉備中央町吉備高原鬼伝祭の様子をお伝えします。今回はですね、ブースで、お客さんに密着してみました。今回は超ニコニコ神社、町ニコニコ神社、そちらの様子をご紹介します。それでは動画の方どうぞ。こんにちは。こんにちは。カイオンズです。で、2回目のお願いがあって来られたり。そうですね、はい。お願いがあれば、影プロの方でですね、手つなぎ団という団体を組んでおりまして、その中で健次郎を声当て集団としてやらせていただいております。再生数アップ、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、2回も願い叶わない。1回目はどう？もう一声。もう一声。月1回第2土曜日には生放送をやっているので、手つなぎで検索をよろしくお願いいたします。はい、生放送頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、今日どちらから？今日は岡山の富山から。ああ、そうですか。では、今日は撮らせていただきますので、よろしくお願いします。あ、はい、お願いします。はい、行き始めます。はい、お次の方どうぞ。はい、こんにちは。お名前をどうぞ。今日はどちらからいらっしゃいました？岡山の富山。岡山の富山の方から。はい、何年くらいなんですか？バスですか。はい、バスだと大変だったんじゃないですか。大変ですね。結構時間かかって。かかりますね。あ、岡山まで。それは大変ですね。はい、今日はお目当ては？お目当ては、謎解きの謎解きをやってやりました。はい、どうでした？いや、なかなかいいと。あ、よかったです。どうしました？あ、じゃあ、今日のお願い事は何でしょうか？はい、今日のお願いは、去年もさせていただいたんですけど、気になればと。文化祭の、企画の集客が1位になります。文化祭の集客が1位になってほしいというお願いです。神様、どうも。文化祭の集客が1位になれるようによろしくお願いいたします。お願いします。ちなみにどういうこと？いや、今年はまだ決まってないんですけど、まあ、売店を。中吉です。はい、読み上げていただけますか？何するの？何するの？ちょ、神様の興味津々な様子。まあ、多分うどんとか焼く？うどんとか、焼きうどん的な。まあ、津山ですかね。なるほど、津山名物の焼きうどん。なるほど、それはいいです。神様は楽しい。はい、うどんやってます。神が押し寄せるからちょっと恐ろしいですけど、ぜひ、津山のホルモンうどん、美味しいんでね、ホルモン以外にも津山いろんなものがありますんで、どうか津山をよろしくお願いします。津山をよろしくお願いします。ということで、はい、ありがとうございました。この後も楽しんでてください。はい、できれば口頭口頭など、はい、ありがとうございます。ちょっと分からないですね。じゃあ今日のお願い事は何でしょうか？受験に成功したい。はい、何だろう。はい、いかがでしたでしょうか、今回の動画。撮影に協力いただいたお客様、ありがとうございました。またどっかでお会いできるといいですね。それではまた次の動画でお会いしましょう。